シノバズ・氏は日本の女優である。戦後、シノバズ・京子とクレジットされた時期もあり、末期には本名の神道美幸を名乗った。本名の読みをサチとするのは誤り。グランドレビュー大東京に閉園されたラブ・パレード。東京戦火強公開時の雑誌広告、シノバズ・子の名が確認できる。1919 19年10月29日。 北海道夕張郡夕張町に生まれる。父の新道聖三郎が鉄道省の技師であり、小学校時代だけでも、道内の釧路市、唐太町、豊原市町と豊坂郡小千合町、東京府豊玉郡大久保町と転校を繰り返した。1932年3月、道町の大久保神城高等小学校を卒業し、同年4月、当日のはずにあった。 聖火高等女学校に進学する。同年9月、満13歳の誕生日を目前にして、同校を中途大学、小畜学劇部に入団、第12期生になる。この時の同期44名に対し芸名が公募され、上野恩師公園の忍ばず池にちなみ不忍ぶ京子と名付けられた。日暮里子、井草鈴子らと共に、東京市内の地名にちなんだ命名を受け、 同年10月26日開幕のグランドレビュー大東京で揃ってデビューした。忍ばずの名は、忍ばず池は、鏡のごとしの井だという。デビュー翌年の1933年6月、水の得紀気を、闘争委員長とする労働葬儀、通称、桃色葬儀が起きている。1936年6月、日活玉川撮影所に入社。この時、満16歳であった。 同年10月24日に公開されたカラクリ歌劇にホステス役で早く出演映画界にデビューする。同撮影書美術部には実系の振動聖子が在籍しており、招集令等の映画の装置、設計にクレジットされている。その妹であり、忍ばずにとっては実施の振動京子が劇作家のアげオスケと結婚したのは忍ばずの日活入社の2ヶ月後。 同年8月である。アギは、神道聖護の友人であった。神道家の長男が当時、満州国で、経済的成功を収め、家族を引き取るという段になり、聖護が妹たちを内地に置いておくために、忍ばずを、自分の会社に入れ、教皇アギに嫁がせた、という経緯があった。1938年6月1日に公開された、の花では、 比較的大きな役ではあったが、それ以外は、女給役、女中役が多く、同年には、小畜学劇部時代に同期生だった、日暮里子が入ってきて、同年8月4日に公開された、楽天講師では早速杉教授の相手役を務めており、同年11月3日に公開された、東京千和代でも、全くの脇ではなく、おかる役を演じた、忍ばずであったが、 サリー役を演じた日暮れに次ぐ一であった。ただし同作で、うちがトムと出会ったことは、忍ばずにとって、後々大きな経験になっている。1940年2月1日に公開された、翌度、万里では、風見明子の友人役として、満州に集団移住した、開拓農民、いわゆる、大陸の花嫁を演じた。同年7月25日に公開された。 三女性に出演したのを最後に、満二十歳で日活を退社した。1941年3月、映画監督の藤田純一と結婚した。藤田との縁は、東方映画東京撮影所の文芸家に、義系の阿ぎようがおり、同社京都撮影所に、藤田が在籍しており、藤田は当時、東京撮影所に出張して、仕事をしていたことによる。挙式は、東京。 赤坂の日川神社で、阿弥の上司で文芸課長の竹井良夫妻を売借人として行われた。阿弥が書いた原作を藤田が監督した大いなる感情は、同年5月8日に公開された。同年12月8日、日本は米国に宣戦線布告、第二次世界大戦に突入した。大戦が始まると、夫の藤田は、当時東方参加であった江本健一を座長とする。 江野健一座の雑つき作家に転校し、1942年11月公演でカッパの国を客色、演出している。戦後1946年8月、江野健一座は東方から独立し、株式会社、江野本健一劇団に組織変更しているが、藤田はその後も、 同劇団の作品を書き、演出した。夫は、劇作家、演出家として成功し、家庭でも二難に恵まれたが、豊送な生活を送るようになっていた。結婚生活10周年を迎えた1951年、忍ばずは、小竹学劇部時代に同期生で、日活玉川撮影所でも同僚だった、日暮里子が、大友真を、相手役に主演した、君を夢見てに、 出演、同作は同年6月19日に公開された。翌1952年には当時実刑の新道聖護が在籍する新東方が制作した恋の応援団長に小さな役を得て出演している。同作の美術は兄が手掛けており、同作は同年6月19日に公開された。1953年、忍ばずは藤田と ついに離婚、まだ学童であった二男は、忍ばずが引き取り、育てることになった。忍ばずとの離婚以降の3年間、藤田の仕事については、伝えられるものがなかった。女で一つで子供を育てていく決心をした忍ばずは、1954年、東映東京撮影所に入社、日活玉川撮影所時代にも数本出演したことのある、千葉康樹の監督作、悪の楽しさに、 脇役で出演、三34歳で本格的に映画界に復帰した。1955年5月17日に公開されたサラリーマンメジロ三平に主人公を演じるリュウチュウ、モの隣人、細川の奥さんを演じたのを最後に芸名をシノバズ京子と表記を改め、翌6月21日に公開された終電車の守備陣から新表記でのクレジットが、 されるようになった。翌1956年夏には、兄の新藤聖子が新東宝から東映東京、撮影所に遺跡、1957年3月4日公開の米、米同年5月7日公開の、多情物心では、兄が美術を手掛け、妹の忍ばずが、小さな役で出演している。同年11月24日に公開された、アタン発掘場を舞台にした映画、 土タンでは、花沢徳栄演じる、友野拓地の妻、友野勝子役を演じた。劇場用映画では、圧倒的に脇役、早役が多かった、この時代の忍ばずであったが、東映教育映画部の作品にも積極的に出演し、1959年10月1日に公開された、教育映画、六人姉妹では、主人公を演じる。 大森明美たち子役ばかりの同作の中で大きな役柄である母親役を演じている。同年3月6日に放映を開始した連続テレビ、映画、捜査本部、同年6月3日に放映を開始した七色仮面といった、東映が制作するテレビ映画にも積極的に出演した。1964年に撮影が始まった、内田がの対策映画、がでは、 友ものじゅんが演じた、物語上の重要人物である、箱立警察の刑事弓坂の妻、折江役に抜擢され、万45歳で出演した同作をもって、芸名を本名である、神道美幸と改めた。同作は、制作に時間がかかり、同作公開までに、同年8月26日放映のテレビ映画、特別機動捜査隊、第148回、老刑事の死、 同年11月21日公開の劇場用映画肉体の清掃ではすでに新藤美幸とクレジットされている。騎馬海峡は翌1965年1月15日に公開され大ヒットを記録した。日本映画俳優全集、女優編の忍ばずの孔には同年3月10日に公開された孤独の賭けを最後に引退した胸の記述があり。 確かに出演本数は激減。1966年2月以降の3年間は出演記録が欠如しているが、劇場用映画にもテレビ映画にも出演は続けていた。1970年8月7日、内田トムが万72歳で亡くなり、同年10月に発行された月刊シナリオ市場で行われた座談会追悼特集内田トムその死と作家終年に、 伊藤大介、入江貴子、風見明子、片岡千恵蔵、小杉勇、千井の秀行、菅井一郎、田坂智隆、赤沢洋子、村田千恵子、八木康太郎、八尋富士、与田義方、岸松夫と共に参加、紙面には、忍ばず鏡氏とクレジットされた。1970年代に入ると、忍ばずは50代を迎え、東映制作に限らず、 国際放映や東宝が制作するテレビ映画の脇役老女優として太陽に吠えろ。特装最前線等に繰り返しゲスト出演した。1990年代に入ると出演本数は激減するが、いわゆる2時間ドラマと呼ばれる長時間の単発テレビ映画を中心にわずかながら出演。1993年10月30日に公開された。 裸足のピクニックにも出演した。2002年には、同年7月20日公開の劇場用映画、パルコフィクション、同年8月2日放送のテレビドラマ、実録、福田和子に出演した記録が残る。同年9月11日、義系の秋洋介が死去、翌2003年5月1日には、実系の新藤聖子が死去しており、 満八十二歳の時に出演した同二作を最後に出演記録は途絶えている。すべて出演であり、忍ばず鏡氏以外の名義でのクレジットはすべて特筆した。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。国立国会図書館蔵書等に見る書誌である。ありがとうございます。